はい。では、今食べたね。違うわ。今作った、パンチェッタと、キノコの生クリームね。まあ、ちょっと秋みたいなメニューだけど、美味しそうなんで作ってみました。いただきまーす。美味しい。キンキンに冷えた白ワイン。うまいね。うまっ。美味しかったです。ごちそうさまでした。もうやっぱりね、パンチェッタでしょ、生クリームでしょ、キノコでしょ、もう王道の組み合わせですよ。そこにちょっとあの隠し味でアンチョビペースト入れたのがまた良かったかもね。ってことで、今日は生クリーム仕立ての
キノコとパンチェッタのパスタをお届けいたしました。では、また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、チャオ、またねー。